今回で、第二次大戦も終わり、16話も終わるわけですけれども、今まで第二次大戦のこと、ヒトラーのことなどを話してきた、まあ、涼しい顔で話してきたわけですけれども、その中にはですね、この言葉と言葉の裏には非常に激しい戦闘があって、そこには泥沼の戦場があって、たくさんの人が亡くなって目を背けたくなるような現実があった、まさに世界は地獄を見たということです。なので、こう教える的には涼しい顔で教えていますが、そういった事実があったのもまあ、ぜひ頭に留めておいてください。 NHK なんかでね、映像の世紀などいろいろビデオとかあると思いますので、そちらの方とかを見るといいんじゃないかなと思います。さ あ、第二次大戦がこの今回で、終わります。第二次世界大戦の終結ということでお話をしたいと思います。会議や会談の名前がいろいろ出てきます。戦争を進めていく上で、作戦を立てたり戦争の目的などを話し合ったりするための話し合いが何度か設けられたということです。でポイントはこれからお書きしますが、会議の名前とその参加者、これがポイントになりますので、しっかりと押さえておきましょう。
はい、大西洋海難ですね、これは大西洋ですので、大西洋のこっちとあっちの国、アメリカのルーズベルト大統領と、イギリスのチャーチル首相の間で、話し合われた会議です。でこの特徴的なものがですね、この大西洋憲章ですね、戦後の世界構想を話し合う、戦争は1939から1945まで続くんですけど、すでにこの大西洋会談は1941年ね、2年後にはこの戦後の構想を話し合う、やっぱりですね、この私が見た感じですね、私が思ったのはやはりこうアメリカとイギリスはそりゃ勝つよと、この戦争に勝つよ、なぜなら最初の話し合いでもう戦後のことを話し合っている、終わったらこうしよう、こういう世界を作ろう、おやはりもう戦争をなんとかなんとか勝っていこうっていうんじゃなくて、終わったらこうしようっていうのはやっぱり余裕があるというか、勝つべくして勝ったんだなっていうふうに思います。はい、次の会議の名前を書きましょう。先ほどの大西洋会談に蒋介石という中国の人が入ります。これは海路宣言ですね、中国が絡んでいるってことは日本のことも少し話し合ってい、こうということですね、対日処理方針、例えば太平洋の日本の占領している島々は取り上げましょうとか、対日本の戦争のそのゴール目標地点を決めたような感じですね、日本の島々を取り返すところまでは戦いましょうとか、こういうところまでは戦いましょうというような方針を決定します。はい、次ですね、テヘラン会談、蒋介石からこのソ連のスターリンに顔ぶれは変わっていきます、はい、このテヘラン会談ではじゃあ戦争に勝つための作戦会議ですね、テヘラン会談は作戦会議だと思ってください、ノルマンディ、連合軍の反撃であるノルマンディですね、フランス北部のノルマンディ地方にアメリカ、イギリス、フランス、連合軍が日にちを決めて一斉に上陸して、ドイツ軍をやっつけたという戦いです。これによって、連合軍はヒトラーの軍に、逆転をし、それから少しずつドイツが敗北に変わっていくという
転換点になった作戦です。はい、そしたらですね、続いての会議はどんな会議かなっていうことを興味深く見ていけばいいと思います。はい、大西洋会談、カイロ会談、テヘラン会談と続き、そしたら次はですね、この下に続けるものですが、ヤルタ会談ですね。このヤルタ会談ではドイツに無条件降伏するように求めるっていうヤルタ宣言を出したのと、あとは秘密条項で、はい、ソ連が日本は中国やアメリカと戦うために、背後をこうソ連に襲われてはたまらないということで、日ソ中立条約っていうのを結ぶんですが、これを破って犯してソ連がこの日本の背後から攻め込むっていうことを秘密裏に決定したということです。まあ、アメリカにとってもそのあれですね、アメリカやその中国など日本に戦っている日本と戦っている国々はまだまだ日本の実力があってですね、ソ連の手を借りないと決定的な勝利には至らないんじゃないかというふうに考えていたわけですね。ただソ連が日本に攻め込むということは、その代わりソ連に見返りもやらなければいけないわけですね。アメリカはソ連の助けを借りたいが、ソ連の助けを借りた以上はソ連に見返りを差し出さなければいけない。こういうバランスのもとにアメリカと戦争が終わってですね、ソ連が急浮上するというか、ライバル関係に今後なっていくっていうきっかけになったのが、このヤルタ会談のソ連の対日参戦という情報です。はい、続いてですね、これは日本人には馴染みの名前かなと思います。ポツダム会談ですね。ここで政治の政権交代がありますね。ルーズベルトからトルーマン、イギリスのチャーチルからアトリーという人に政権が変わっていきます。そしてソ連はスターリンですね。
はい、ポツダム宣言は皆さんご存知のように日本がこれを受け入れて、戦争が終わるわけですから日本の無条件降伏を求めたものです。このように会議と参加者をきちんと押さえつつ勉強を進めるといいと思います。大戦中に大西洋会談、カイロ会談、テヘラン会談、そしてヤルタ会談、ポツダム会談、ね、その内容と関わった人の名前を押さえるといいんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ見ていきますね。ヨーロッパでもドイツから見てヒトラー目線で独ソ戦が非常に苦しい戦いになったということです。ドイツはスターリングラードという町、スターリンね、ソ連のそのリーダーの名前をつけているぐらいの町ですので、これを落としたくてたまらないわけですね。しかし半年以上囲んでも落ちなかった。これで非常にね、ドイツは苦戦に陥るわけです。そして先に降伏したのはイタリアです。イタリア国内でムッソリーニが失脚し、戦争が続けられなくなったということですね。パリ解放、そしてドイツは北フランスを失い、は無条件降伏をして、ヒトラーは自殺をしてしまうということになります。ヒトラーが自殺をしたというのがどっかに、どっかの大学のテストに出されて、自殺だろうがね、その他殺だろうがそんなテストに出るほどかねって思うんですけれども、そういう問題もありました。さあ、ヨーロッパでの終戦と、もう一つは太平洋戦争ですね。日本はサイパンを失います。サイパンから日本まで直接、B-29 という大型の爆撃機を飛ばすことができますので、そのアメリカの手の届く範囲になった日本は猛烈な、空襲を受けるわけです。さあ、そして、沖縄上陸ですね。沖縄戦、沖縄の多くの人がこれで命を失うわけですね。その日本のために沖縄の方々が、ある意味犠牲になったということが言えると思います。原爆投下とこの広島と長崎の原爆の間に、ソ連の
先ほど申し上げたヤルタ協定に基づいて、ソ連が攻めてきました。まあ、原子爆弾も日本の心を折った、ね、非常に効果的、アメリカにとっては、ね、だったんですけれども、まあ、核兵器の使用は絶対悪だと申し上げていいんですけれども、それよりも何よりも日本の心を折った戦争がもう続けられないなって思ったのは、ソ連が裏側から攻めてきた、勝手口から攻めてきた、これには日本はもう敗北を認めざるを得ない言い方ということです。ポツダム宣言を受け入れて日本は無条件降伏をします。ここまでが第16話です。この後は、ね、どこにつながるかというと第20話につながります。戦後の世界をやっていきましょう。で、16、17、18、19、20、これは戦後の世界ですね。この後は、第20話。じゃあ17、18、19っていうのはどういうものがあるかっていうと、中国の近現代、はい、19話はインド、あるいは西アジアの近現代を扱いますので、このあと国際連合ができて、そしてソ連とアメリカが冷たい戦争、冷戦を戦うようになるのは20話をご覧ください。この後は20話につながります。次は17話、中国の近現代のお話をしようと思います。今回はここまでです。